どうも。今回のお話はですね、ネセシティっていうのは必要性ってことです。必要性が産業のね、それぞれで何があるかってことなんですけど、各産業これというやつで、まあ、産業にはね、これ絶対必要というものと、まあ、なくてもいいかなっていうものがあります。まあ、皆さんね、私この前衣食住の話で話しましたけど、衣食住、まあ、着る、食べる、住むですよね。衣食住の他に、そうです、これですね、医療、まあ、病気して死んだらいけませんから、他には絶対必要って言ったら、まあ人によってそれぞれですけど、例えばその婚活産業、もう二度と結婚しないという人もいますけど、一応その婚活産業っていうのも世の中には絶対必要と言われてると思います。他には絶対必要、まあ音楽産業ね、アイドルまでは必要ないけど、音楽っていうのは絶対必要だと思うとか、あと食の中にね、別のがあって、試行作物って前お話ししましたけど、まあ、お茶とかコーヒーとか、まあ、こうなってくると先進国ってことなんですけどね。人によってはチョコレートが必要って人もいるかもしれません。お茶、コーヒーとか、あと牛乳っていうんですかね、牛乳、まあ、パンもそうですけど、まあ、食べるというよりはこう飲料として、お茶、コーヒー、牛乳っていうのも、まあ牛乳飲まないと落ち着かないっていうのが日本人大半だと思います。で、この絶対必要な産業がこれらのもので、他にもあるかもしれません、絶対人によってはですよ。でも大多数の人はこう思ってるかもしれません。で、まあある程度必要、ある程度必要なもんっていうと、まあ自動車とか、なくてもいいかな、バスとか電車乗ればタクシーもあるし、ある程度必要なのに自動車、バイクとか、まあ、高級オーディオとかね、オーディオ産業とか、まあ、ラジオでいいっていう人もいますけど、あとその液晶テレビっていうんですか、液晶テレビも、まあ、小さいのでいいけどっていう人もいるとかと思うんですけど、まあ中型以上の液晶テレビっていうのもある程度必要。このくらいの製品になると、まあ購入する人は限られてて、大概がその正規雇用、正社員とか、まあ、契約社員以上の人になってしまうかと思うんですよ。まあ派遣労働者でもこれくらいのものをなんとか手に入れて、中古でも正社員の仕事につけたいという、まあ、車通勤しかできませんみたいなとこあった時には、田舎の工場とかね、まあその派遣労働の時に自動車とかバイクを持っておくと、まあつながるかなっていう、正規雇用のとこまでね。まあこういうある程度必要、他にもあるかもしれません、ある程度必要な商品っていうのは。で、まあなくてもいいかなっていう、なくてもいいかな産業っていうのは、なくてもいいかなっていうと、ちょっとこれ控えましょうか。本当になくなったらいけませんので、これはね、B2C 基準の話です。次、B2B で言いましょうか。B2B っていうのは、これです。エネルギー産業。
エネルギー産業、まあソーラーとか風力発電とか、あんなの個人でなかなか買えないじゃないですか。まあ風力、太陽光、まあ水素を使ってやる水素発電の仕組み、まああとね、そのエコなんとかと、エネなんとかっていうのもそれに該当するかもしれません。こうエネルギー産業っていうのは B2B がほとんどだと思われますね。まあ風力、太陽光、水圧に他にもそれぞれありますけど、こういったものが一般市民からするとなくてもいいかなと思うかもしれないけど、やっぱ B2B にとってみれば美味しいんですよね。1回あたりの購入金額と利益率からすると。で B2B で、まあ、これらのものは絶対必要と言われる中で、 B2B で、まあったらいいな、あったらいいな産業の B2B だと、店舗内装とかね、店舗内装とか、お客さんもっと入るようになるからとか、他にはその電話機、これ5人同時に電話かけれんねんみたいな、あったらいいな B2B、 いやお客さんすんごい注文かけてくるからみたいな、話しちゃったら失礼やからっていう電話機と、 B2B 電話機って言うんですか。そうですね、 B2B なんとかって言って、まあクラウドとかね、 B2B クラウドっていうのもあるとよりいいでしょうね、仕事のためには。なことはもうなくてもいいかなっていうのはちょっと含めないにしますけど、なじったりこう揶揄したらちょっと失礼なので、でまとめるとですよ、その絶対必要なもの、絶対必要っていうのは、まあ B2C に置いたらティッシュペーパー、トイレットペーパー、洗剤とかシャンプー、リンスとか、そういうところは比較的1000円以内で安めにはしてるんですけれども、絶対必要なものほどその注文数が多いから、購入者が多いから数多いんですよね。でまあ工場で大量生産やってると、絶対の人の数多いで、数多いってことがその廉価になってるんです。廉価っていうのは安めの金額になってるんですよ。で絶対必要なもので、数が少ないと高値になるんですよね。まあ自動車っていっぱい走ってるの見えますけど、なかなかあれでしょ、自動車って購入しづらいじゃないですか。まあほとんど会社持ちだと思うんですけどね、半分以上は。はい、まあ、そういうことです。